橋です。川幅日本一。本当かよ。2537メートル。どうも、うずです。本日はちょっと埼玉に用事があって埼玉の病院に行くんですけど、動画を撮っていこうと思います。で、今ちょっと、コンビニによって揚げ鶏と森山乳業さんの抹茶オレ買ってみました。パッケージがシンプルで可愛いね、これね。で、あと私大好きなこの揚げ鶏のちょっと旨辛チキン初めて頼んでみました。うまいんか。うん、おいしい。ジューシーだよね。なんか肉汁たっぷりだけどね、いつも通りね、ベットベトだけど、うまい。じゃあ行ってみましょう。じゃあちょっとこちらのね、抹茶オレ飲みながら行ってみましょうかね。開いた。うん、甘くていい感じ。目指せ埼玉そんな大げさなもんじゃねえけどなでもなんか変な感じだよね。ドライブレコーダー的になんか自分を映してるっていう。こっち入んのかな。本当はダッシュボードにつけたかったんですよ、 GoPro。 でも今取り付けてるそのなんだろう、吸盤がダッシュボードについてくれなくて、結局窓ガラス、視界のね邪魔にならないところにつけさせてもらいました。でもなかなか新鮮な画角でしょこれ中のね、車の中がね広く映っててね、外の景色だけ流れてくという。あれ取れてるかな。ここ利根大関ね、結構群馬とね埼玉の利根川だね、利根川の上を通る、利根大関ですね。ここよく利用します、実家に帰るときに。ここでねドローンをちょっと飛ばしたこともありますけれども、かなり広いね。埼玉県入りました場所なんですけどね。ちょっとドローンを上げてきましたけど、そんなに鳥高もなくだんだん飛ばしただけでした。次行きましょうか。で、今ちょっと GoPro のアングル変えてみたんですけど、このアングルでちょっと進んでみようと思います。ここ先玉古墳ね、先玉古墳から動きます。どうしよう、お昼食べたいな、そろそろ昼ね。車入ってくるなこれ、間が悪いな。おじいちゃんだね。でもあれだね、先玉古墳公園自体に人はあんまりいないのに、駐車場はね満杯なんだよね基本的に。だからその辺なんか会社関係の人とかね、うどん屋さんに行く人が多いんだろうね。じゃあ行ってみましょう。どうしよう、どっちから行こうかな、悩むな。利根大関の方から17号出るか。ご飯どうしようかな。
GoPro ってバッテリーさえ持てば結構あれだよね、ドライブレコーダーになるよね。画質綺麗だしね。モバイルバッテリーつなげとかないと電池があまり持たないってところがポイントだね。1時間半は持つか。まあ、あえてこのアングルで映してるんで、私映るようになってるんですけど、本当はもっとね、前だけ映すようにすればドライブレコーダーですよね、完全に。ちょっと YouTube 配信用に撮ってるので、私の体が入るように録画してます。本来はここの姿いらないからね。いらないよね。はい、ここが日本で一番長い橋。ちょっとね、ちょっとうさんくさいんですけど、鴻巣が誇る川幅日本一の橋です。川幅日本一、本当かよ。2537メートル。まあね、あの元鴻巣人、鴻巣ですよ。私鴻巣ですよ、ホームグラウンドがもともとなんですけど、この橋、ここの川幅だね、この幅が日本一ということで、川幅うどんってね、鴻巣売りにしてるんだけど、ここ川かっていうのをみんな言うんだよね。だって下にさ、いろいろとさ、なんか広場あるし、家は建ってるしさ、おかしくない？で、懐かしいんですけどね、右側にちょっと古いね、橋があって、私が小学校の頃ってそこの橋しかなくて、川を渡るときにその古びたね、ほんとぶっ壊れちゃいそうな橋をよく渡ったんですよ、親父が車で、車の幅いっぱいのやつを。もう思い出もあるね、場所なんですけど。まあ、鴻巣をディスってもしょうがないんで微妙なんですが、川幅日本一ね。どうなんだか。ちなみに今橋が終わったんですが、ここもまだ川幅のうちに含まれてます。これ川だそうです。ここもうなんか見てみるとさ、普通のね、家建ってるしね、会社もあるしね、ここの中に家あるでしょ。どうなのこれで、これで川なんだよね。まあ、ちょっとこういう栃木関係のことね、詳しくないからはっきりわからないんですけど、まあね、こういう橋とかね、土地とかね、そういうこと詳しくないからわかんないんですけど、専門の方々が認めてる川なんですよね、これきっと。今画面映ってないけど、左側は普通に住宅並んでるからね。ちなみにまだここまで川幅として、あの計算されてます。そりゃ2キロ超えるわ。右手見るとね、何もなくてちょっとね、いい感じな雰囲気なんですけどね。サファリ的なサファリ。あの霧が深く出た時なんか、こっち右側ね、迷い込むとね、高校生の時にね、ちょっと迷い込んでね、方向が分かんなくなったことがあるんですけど、霧が深くなるとこの右側えらいことになります。結構迷子になります。で、間もなく川幅が終わります。ここまでかな。今またね、看板が出てくるんですけど、これで川幅日本一、荒川2537メートル、終了ということで、ここでようやく終わりになります。どう思いましたか？全国の皆様はどう思いますか？埼玉県鴻巣市のこの川幅日本一。ピアニウォークって言うんだっけ？ピオニーウォーク、もう忘れちゃったね。久しぶりですね。ちょっとここ寄ってみたいと思います。じゃあちょっとピオニーウォーク寄ってみます。ピオニーウォークでやってたよね。
やばい。すげえ、車置いた場所完全に忘れた。え、俺車どこ？これなんでね、アルファベットね覚えていかないんだろうね。車探すのにもうちょっと10分さまよってますが、あ、あった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 。今埼玉の用事、埼玉県でねちょっと用事があって用事を済ませて帰る途中なんですけど、またですね、またバッテリーちょっとギレを起こしまして、ここでつけてたこいつ GoPro ね、 GoPro セッションなんですけど、バッテリーが途中で切れちゃって後半の撮影ができなくなりました。まあそんなにね撮るとこなかったんだけどね、ちょっとね寂しいね、バッテリーなくなっちゃうと。モバイルバッテリーで充電すればねいい話なんですけど、まあそこまでいらないかなということで、本日の動画は、こんな感じで中途半端なところで終わろうと思います。ここね、ちょっと来るときに撮ってた、いつもよりローソンなんですけど、ここで今日は締めたいと思います。まあ、いつも以上にちょっとゆるゆるなね、動画になったんですけど、普段の動画もね、継続的に発信しますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。